れくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいと詰めて、よう刻み生姜にごま振りかけて、人参さん、山椒さん、おし椎茸さん、よう、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通ったふーじ、そこの背中にアリが落っこちた、山だと思って旅をした。花の先まで歩いたが、元の山に戻っていた。それでお昼、これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょっと詰めて、刻み生姜にごま振りかけて、人参さん、山椒さん、椎茸さんにごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通った風紀。ワニの背中に象が乗っかった、船だと思って乗っていた。岸に着いたと思ったが、別のワニに乗っていた。それでお昼、これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま振りかけて、人参さん、山椒さん、椎茸さん、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通った風紀。猿の尻尾にワニがくっついた、締めたと思った。猿も負けずに引っ張った、どっちも釣れたと思っていた。それでお昼、これくらいのお弁当箱におにぎりおにぎりちょいと詰めて、刻み生姜にごま振りかけて、人参さん、山椒さん、椎茸さん、ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、筋の通った風